分3つの環境活動。今日は銀のしずく、植物にも優しいの巻。今日は植物にも優しい銀のしずくの力を紹介。植物にも？なんと植物の発育促進の力も持っているんです。すごいね。銀のしずくの原材料は酵素、水、アミノ酸。植物がよく育つための堆肥の発酵を促進。堆肥とは動物の糞などを分解して植物の栄養がいっぱい詰まった土なんだ。その分解を早めてくれるんだって。アミノ酸が植物の栄養源になる。アミノ酸は植物の体を作る基本なんだ。実は僕たちの筋肉などはアミノ酸がたくさんくっついてできているんだよ。例えば枯れかけた花にもあげてみよう。すると元気になったね。すごいね。田んぼにも病気や害虫に強くなるんだって。過剰でもなく少なすぎず適度な栄養で健康なんだね。人と同じだね。オーガニック 100% だから土や水を汚すこともないね。オーガニックは化学物質や農薬が入っていない添加物がないものだから、自然に流れ出ても微生物が分解できて汚れにならないんだ。植物にも元気を与える銀のしずく。君も種や苗に銀のしずくを与えて育ててみよう。